ヨハン2世4ニュルンベルク1357年は、ホーエンツオレルン家出身のニュルンベルク城博で、獲得博あるいは、征服博と呼ばれる。ヨハンは、ニュルンベルク城博フリードリヒ4世と、マルガレーテ・ホンケルンテンの息子。1332年に、父の後を継いだ。ホーエンツオレルン家のフランケン地方における所領を、拡大したことにより、記述のあだ名がついた。 中でも特筆すべきは、クルムバッハ博領とそのプラスセンブルク城を獲得したことである。1340年に、それまでの領主であったオーラミュンで博家が断絶したため、相続契約に基づいて、これを相続したのであった。1345年には、短期間であるが、ブランデンブルク返境博領の被護者として、筆頭統治者になってもいる。ヨハン二世の統治時代、 ペストが発生し、ニュルンベルクでも多くの犠牲者を出した。ユダヤ系住民が病気を伝染したとされ、白白がこれに対して断固とした態度を取らなかったため、多くのユダヤ人が殺害された。ヨハンの死後は、一人息子のフリードリヒ5世が後を継いだ。ヨハン2世は、1333年以前に、ヘンネベルク博霊城、エリーザベトフォンヘンネベルクと結婚した。 彼らは5人の子供を設けた。ベルリンのジーグスアレイのブランデンブルク編共迫、ルートビヒ一世を中心とした記念碑グループ10にエルンスとヘルター作のヨハン二世の共像が置かれていた。上記の文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。